はい、デンドロパーク東京原宿店店長古翔です。ジャパンラプタイズショーに、出展しているんですけれども、まあちょっとブース一周紹介していきたいなと思います。ちょっとぐるっと回っていきましょう。じゃあここから時計回りで回っていきたいと思います。まずはじめにですね、ご紹介するのがボールパイソンコーナーになりますね。ダルトのボールパイソンから、まあ、ベビーかヤング、まあ、本当にこうこれからボールパイソンを始めるよっていう方ですとか、ボールパイソンをさらにこう極めていきたい、モルフであったりですとか、そういったこれからこう繁殖であったりとかも幅広いところでやっていきたいという方に向けて、まあ生態たちを揃えています。じゃあちょっとよかったら生態たちご覧いただきたいと思います。この辺りは結構アダルトのコーナーですね、まあ、ヤングくらいだと思っていただけたらいいかな。オスのサイズだったらもうすぐにでも繁殖等も考えられるようなサイジングの個体たちが多くて、だいたいグラム数で言ったらば多分おそらく400から500手前くらいのサイジングかなと思いますね。これからブリードを目指していきたいという方からすると、まあ、めちゃくちゃいいサイズだと思いますし、まあ、ボールパイソンってやっぱベビーであったり、まあ、ヤングくらいのサイズ感で環境の変化であったりとかに結構敏感だったりするので、まあ、これくらいのサイズ感くらいから買っていただいたら環境適応能力も非常に高いので、いいサイズかなというところもいます。ちなみにこれはスーパーオレンジドリームスパイダーデザートゴースということで、こういう生態たちがねこうこのコーナー並んでまして、でだいたい見ていくとケースのサイジングがちょっとちっちゃくなりますよね。だいたいこの辺りがヤング前入り口くらいかなっていったサイズくらいかなと思います。そして静岡店の田中氏です。おはようございます。で1匹ボールパイソンパッド田中セレクト、わかりました。こちらが、シトラスパステルイエローベリーオアグラベルの男の子になってます。見覚えのある人もいるんじゃないかなっていう生態なんですけど、ライブショップにこの子の兄弟が出てたんですけど、あ、パステルジャンキーの言葉を生み出した、はい、そのあの奇跡のライブに出てたこの兄弟、おお、やっとリリースね間に合ったんで今回連れてきました。ちょっとトリートメント期間を経てついにリリースということで、そうです、そうこういう子もね連れてきてますんでね、もうやっぱりライブショップアーカイブでも楽しめるいいコンテンツだと思うんで、はい、ぜひともね楽しんでいただけたらなと思います。田中ちゃんでした。頑張ります。さあ続いて進んでいきましょう。まあボールパイソンはねこんな感じのラインナップでご用意しております。デンドロパーク全体の生態を一気に見れるのってこういうジャパンレプタイズショーですとかこういう大きいイベントの時なんですよね。続いていきましょう。本日お世話になっておりますゴローズラック五郎さんのですねブースになります。ゴローズラックさんは本当に普段からこう革新的な、爬虫類飼育のね、おお、どうぞ。どうもゴローです。ゴローさんおはようございます。おはようございます。ゴローさん本日もありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。やっぱりこう今回なんかこれ普段から持ってきてました。これ持ってきてたよ。あ、本当ですか。これでゴローズラックの概要というか概要、うん、まあ図面と、あ、図面と使ってるこうなんか素材であったりパーツも書いてある。そうそうそう、もうこういうのも全て逆に企業秘密とかじゃないですか。大丈夫ですか。こういうのまあ買った人にはねお渡ししてるものなので、なるほど、でご購入された方で許可取ったものだけ、はい、図面印刷して持ってきてる。なるほどですね。もう中央もですね、デンドロパークのブースはなんと真ん中の方もゴローズラックさんの方でご協力いただきましてゴローズラックを展開させていただいております、ね、ライトつけたりとか、はい、もう大好評。ゴローズラックのゴローさんのこうゴローズラック、そしてゴローズマットをこう間近でこうお話を聞けるのはもうデンドロパークとかもうゴローさんが出展されてる時しかないんでね、もうなかなかないんで、ぜひゴローさんに直接お会いできる機会をこう逃さないでいただきたいなと思います。ゴローさんありがとうございます。よいしょ、よいしょ、本日もよろしくお願いします。そして続いてこちらのコーナーはカーペットパイソンのコーナーになります。今回新入荷の生態はまだちょっと連れてきてなくて、まあ、トリートメントの兼ね合いもあってちょっとまだ現在はお休みしているところもあるんですけれども、生態たちも、素晴らしくこう美しい姿をねまとった状態でしっかり来てくれて素晴らしい状態だと思います。じゃあちょっと1匹ご紹介したいなと思います。まあ、やっぱり鉄板で人気のアザンゼブラですね。まあ、このアザンゼブラですね、なんと本日脱皮してむちゃくちゃなんかね黒が激濃いんですよね。ジャングルカーペットパイソンとかもそうなんですけど、この、ね、黒の濃さっていうところにね注目してカーペットパイソン選んでいただくとね、将来的にすごいね見た目になってくれることが多いんじゃないかなと感じてます。特にねこういったね小さい時から黒が濃い個体っていうのは将来性すごくあるんで、こういったところでね見極めていただくと楽しいんじゃないかなと思います。
まあ、こちらもねデンドロパーク、名古屋店、静岡店、東京店からもカーペット場所連れてきてますんで、まあ、ぜひともねイベントの際に注目していただきたいなと思います。続いていきましょう。ここからがねちょっと珍しい個体というか珍しいラインナップが多くてですね、デンドロパークの中でこういうのって、あ、デンドロパークいるんですねってなるような個体が多いと思います。まずご紹介するのが、かわいいですね、アルダブラゾウガメです。いや、こうやってね、なんとデンドロパークは今実はもうアルダブラゾウガメとかもいるんですね。だからこういうね、多分タイプのリクガメとかを扱うのって多分結構久々だと思うんですよね。で、このアルダブラゾウガメも本当にね、扱った経歴はあるんですけれども、まあ、多分久々の入荷だと思います。しかもこのアルダブラゾウガメ今回なんと2頭いまして、この子はねちょっと多幸なんですよね。多幸の子でいまして、アルダブラゾウガメが2頭います。ちょっと続いてパッと紹介しましょう。まあ、これもちょっと珍しいと思うんですよね。まあ、ちょっとこれ開けると大変なんでこの状態でご紹介するんですけど、メラニスティックのサルバトルモニカですね。いや、これめちゃくちゃ珍しいと思いますね。デンドロパークってこういうのおるんやみたいになると思うんですよね。これがね、まあ、デンドロパークなんと、まあ、オス今これ2匹かな、オス2匹おります。まあ、メイビーです。で、続いてはサルファモニター。まあ、この子ちょっとおとなしいんで床を開けてみると、サルファモニターですね。まあ、こういうのも扱うのも多分基本的に名古屋店ですとかの方が多いんですけど、どうも。珍しいですね、デンドロパークでサルファモニターとかこういったのいるのってなかなかないですよね。ある程度まとまった数来るのは珍しいね。そうですね、デンドロパークで現状ブースでもう3匹いるってこともねなかなかないというか。小石さん、ありがとうございました。はい、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。この辺りはですね、まあ、アザーズといって、まあ、僕らの中でよくその他っていう風に呼ばれるところになるんですけど、クレス、ガーゴ、そしてジャイゲコ、まあ、今一部西役もここにいるんですけど、そういった生態たちを展開してます。そして続いてですね、この辺りはもうずらーっと奥までズワーレオパです。いや、なかなかねこれだけの数のこうレオパを並べるのもやっぱりデンドロパーク全店こう出店しているからこそならではだと思います。でね、これねデンドロパークのブースを1個楽しむコツをお教えすると、実はデンドロパーク、この今この場所見ていただくと分かると思うんですけど、ブース設置している時に値札があります。ここにこの値札の色が各店によって実は違うんです。この辺りはこれ名古屋店なんです。これ名古屋店で、このちょっと赤い感じ、えんじの色、これが東京店なんですね。まあ、こうやってね実は各店舗それぞれで色が違くて、ちなみに静岡店はこちら、静岡店はなんと札がちょっと大きいというね、でちょっと青なんです。これで見極めていただくと、これで静岡店、これ東京店、これ名古屋店の生態なんだっていう風になると思うんですね。でイベントの時にこれを見て、ちょっとなんか東京店の方がいい生態多くないですかとか、なんかとか、これだと名古屋店の方がいい生態多くてこれ不公平だよっていうことがあったら、その旨をですねどん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 うちのスタッフに伝えてください。それを踏まえた上で多分生態のバランスがまた変わりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、山本さんです。山本さん、おはようございます。おはようございます。お世話になっております。こちらこそ。今年もたくさんインストアイベント名古屋店でぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これあれじゃないですか、チェイニーイエローなんかもうすごい光栄なことに、デンドロパーカーで、はい、チェイニーイエロー作った時にその色の名前をイエローを勝手にパクりました。いや、それめちゃめちゃ嬉しいですね。もう山本さんがチェイニーイエローって使っていただいてるのが嬉しいな。ほんとありがとうございます。いえ、こちらこそ。山本さんも今年もハーブモーダーとして、うん、このブリードの方も、はい、展開されている。あ、そうですね、はい、やってきます。結構いろんな品種やってらっしゃいますよね。そうですね、レオパ今年は西山もやるし、あと、タマオ系もいろいろ、あとヘビはボールパイソンと、あとカーペット、はい、グリーンパイソンとかはね挑戦中ですけど、まだ全然。いやでも今こう例えば8人のこうグッズであったりとか、うん、こうデザインを展開されている方で、はい、さらにブリードもやってらっしゃる方ってまずいらっしゃらないと思いますけど、うん、そうですね、はい、こうその領域に入られた理由っていうのはあるんですか。いやー、まあ、ただ月でやってただけなんで、すごいですよ。多分この会場見渡しても山本さんしかいらっしゃるそうですね、はい、いやすごいですね。でも今年も実はデンドロパークは山本さんからのこう生態もこう名古屋店の方に展開されるので、はい、もうぜひねこう山本さんの楽しむデザインとこうだけじゃなく生態も楽しんでいただけるということで、はい、合わせて楽しんでいただければなと思います。ぜひ今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。
これね、結構電動パーツの楽しみ方ってこう少しこうなんだろう、よりこう伝えられたんじゃないかなと思うんですよね。なんでブースに来た時に例えば生態を見て楽しむ、まあ、僕らと話していただくことも楽しんでいただけたら嬉しいなと思うんですけど、さらにこうブースの見方であったりだとかもこう我々まあ、実はすごくこだわらせてやらせていただいてますんで、その辺もねぜひ見ていただけたらね嬉しいなと思います。ではブース紹介でした。ありがとうございます。車の時傘などの忘れ物が大変と通路を押さえないと周りの方のご迷惑とならない。元気な子なんでよく動くと思います。おはようございます。今日はジャパンレプタイルショーの2日目、ダクさんよろしくお願いします。おー、よろしくお願いします。おす明けましておめでとうございます。めっちゃ急遽出てもらいました今通りがかったら声かけていただいて、そう、ね、外すごかったっす。1000人ぐらい並んでました。あ、本当？やばかったっす。あー、もう雨すごいのにね、今日は。そう、結構寒くて、そう、もうこんな中ね、すごいたくさん並んでくださってて、今日も開演、ね、あと何分だ、あと1時間ぐらい。そう、あと1時間ぐらいですね、はい、ありがたいことですよ、本当にね。もう影前なんですけど、はい、熱気あふれる会場で、はいはい、今日も頑張りたいと思います。はい、はい、今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。デンドロパークです。ゆきおさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ジャパンレプタイルショーです。そうだね、まあ、ちょっと今日デイ2ということで、ゆきおさんちょっとなんかいる1匹エゴが、こちらはこれはスペシャルレオパードのオスです。スペシャルレオパード、スペシャルレオパード、で、いつもオスになってるお客様が繁殖された個体で出していただいたんですけど、いいね、うわめっちゃかっこいいね。ちっちゃかったんですけど結構育ってきて、なんか地の色もかなり上がってきたし、黄色もスペシャルらしく結構発色してきていい感じ。それよりやっぱこの穴ぼく感のあるこのパターンがこの子かなり個性的で、ね、やっぱり意外となんかいないからこのコンボ、その中でもやっぱ私のレオパード心をくすぐるような一匹だったので来てくれた、一匹選ばせていただきました、ね、今日も頑張りましょう。ファイティー、うぜい。小林さん、お疲れ様です。2020年でした。はい、まあ、一発目のイベントが終了しましたが、そうだね、俺の感覚だとこれをやって1年が始まるみたいなところが、ああスタートって感じですね。そうそうそう、1年の一番最初のスタートのイベントっていう感じが、そうですね。確か今年は名古屋店は移転して2周年、まあまあまあ、ただ新しい形になって、まあ、今のデンドロパークの形になって2周年目、1年目ってさ、はい、話題性だったりさ、とにかく勢いだけ、で突っ走りすぎた部分がね、まあ、東京も名古屋も多々ある。そうですね、2年目はその辺をねちょっとブラッシュアップして、でお客さんにも楽しんでもらいたいよね、もっとやっぱ、ね、デンドロパークに行くっていうことを一つ のエンターテイメントにできるような形で、まあ、やっていきたいなとは思ってるので、ちょこちょこ聞いてるかもしれないけど、ちょっと今年はねすごくでかいこともね控えてるの で、皆さんそういったところも含めてね楽しみにしていていただけるとまたいいんじゃないかなと思いました。あ、ですね、ありがとうございます。小林さん、また次のイベントも頑張りましょう。あ、そう、次のイベントはねでもインストアがバババーっと、ね、そうね、名古屋ってインストアめちゃくちゃ多いですもんね。次の週末インストアやって、その次の週末もインストアやって、バッタバタなんで。確かに、まあ、週末ごとにね違う名古屋店を見ていただけれると思うんでね、皆さん時間のある方はもうぜひ日本全国つつ裏裏からデンドロパーク名古屋店をお越しください。はい、ありがとうございます。小林さん、はい、ありがとうございます。2024年の、まあ、一発目のイベントとなるジャパンレプタイルショーが2日間無事終わることができました。お迎えいただいたお客様、ね、うちのブースに遊びに来てくださった皆様、本当にありがとうございました。まあ、僕らの仕事はねここからまた
ブースを畳んで片付けて生き物たちをこうお店に連れて帰ってね、お水なんかやったりだとか、これから仕事も続きますけど、まあ、頑張りたいと思います。またこの後ねイベント出るスケジュールなんかも出しますんで、また別のイベントも遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ご来場くださいまして誠に